ご紹介をさせていただきます。アベンヌアンバサダー町田啓太さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん今日はお集まりいただき本当にありがとうございます。アンバサダーにしかもユーザーでした。はい、なので本当に嬉しいです。先ほどちょっと裏でお話聞いてたんですけれども、なんかこう赤ちゃんが最初に使ったブランドにもっていうことをおっしゃってて、ああなんて素敵なんだと改めて思いましたし、それって思い出が増えるってことじゃないですか。親子のその時は記憶ないけれども、後で親子同士でこう話せたりとかしたりとかした時に一つの思い出になる、そんな商品って素晴らしいなと思いましたし、今日はそんな、アベンヌの魅力を、少しでもお伝えできるように努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。もう早速熱いアベンヌ愛を語っていただきましたけれども、ではどうぞおかけいただいて、はい、お話の方を進めていきたいと思います。さあ、まずはですね、アンバサダー就任ということで率直なお気持ち、いや本当に光栄です。はい、先ほどもちょっとお伝えしたんですけれども、普段から使っておりましたのですごく嬉しかったですね、お話いただいた時は。はい、もうユーザーからアンバサダーへという、はい、まあ、ステップアップと言っていいのか分かりませんけれどもそうですね、本当に嬉しく思いますし、僕も使っていたからこそお伝えできることもあるなと思います。はい、もう町田さんをきっかけにさらに多くの方々にこのアベンヌ村が生み出すアベンヌ製品を手に取っていただいて、そうですね、愛用していただきたいという、はい、もう本当に僕もそうですけれども、老若男女問わずこう使って、いけるっていう本当に素晴らしい商品ですので、これはもうぜひ手に取っていただきたいなと思っております。この後もたっぷりとそのアベンヌへの愛を語っていただきたいと思いますけれども、はい、まずそもそも増田さんがどちらでこのアベンヌウォーターと出会われたのか、そのきっかけを教えていただけますか。これはですね、今日ももういらしてるんですけれどもいつもお世話になってるヘアメイクさんからご紹介いただきまして、はい、そうなんです。そこがきっかけで、ですごく詳細にアベンヌの魅力教えてくださって、で僕もハマりまして、そこからがきっかけですね。はい、プロがおすすめする商品だとなんだか、そうなんですよ、ね、信頼、安心感あるというか、はい、間違いないなって思うじゃないですか、ね、だからそこからですね。ヘアメイクさんもヘビーユーザーでいらっしゃったということですね。そうですよねそうです、はい。ちなみに町田さんはそもそも以前何かこうお肌のお悩みとかお持ちでいらっしゃったんでしょうか。もちろんあります。僕すごい乾燥肌なんですけど、はい、ちょっと意外です。いやいやいや本当にそうなんですよ。いつもプルプルと潤ってらっしゃるイメージいやいやそれは本当にそうだとしたら、はい、アベンヌ製品のおかげです、はいでもう僕自身その、まあ、乾燥っていうのが気になってたのはもう本当に小さい頃からだったんですけど、実は群馬県出身で、皆さんご存知かどうかあれなと思うんですけど、からっ風っていうのがすごく有名なんですね、はい、山おろしとかっていうのも言うんですけど、なので本当に学生の頃は登校しながらみんな学校に来ると顔から皮膚がポロポロ剥がれているみたいな、白い粉を吹いているぐらい本当に乾燥をずっとそれが普通だと思ってたんですけど、もうそれがずっとですかね、本当20代後半ぐらいまで、はい、じゃあまり以前はスキンケアは熱心な方ではなかった。全然これしなかったタイプの人間でその分効果も実感してると思うんですけど、お恥ずかしながら20代多分本当半ば後半ぐらいまでもう洗顔も水でいいやぐらいの感じで過ごしていた人間なんですけれども、もう本当に出会ってから変わりましたね。もうやっぱりこうやって今もそうですけれども、撮ってもらったりとか表に出たりとか、はい、する仕事なので、やっぱり多少は気にしていかなきゃいけないなと、はい、思い始めたのがやっぱきっかけですかね。なるほど。増田さんも私たち同じように肌悩みを持ってらっしゃるって、少しなんか親近感が皆さん絶対あると思いますね、はい、もう出会うべくして出会ったのがこのアベンヌウォーターであったと。本当にそうですね、
はい、やっぱり今も話してましたけれども温泉、僕群馬県出身で温泉地が多いんですけれども、ね、アベンヌはフランスの温泉水ということですごく親近感がありまして、それでやっぱりよりこう使いたいなというかハマっていった感じがありますね。出会ってからはいかがですか。もう肌身離さずというか、もうずっとですよ。それこそ、はい、こちらにもありますけれども、ね、ボトルのサイズとかもいろいろあって、はい、まあ仕事の合間とかも、まあ、朝晩は もちろんです。スキンケア前は もちろんなんですけれども、仕事に行って皆さんもあるんじゃないですかね。ちょっと仕事してくると熱こもってきたりとか、ちょっと乾燥してなんかこう目乾くなとか目元とか肌感が少し、っていう時あると思うんですけど、なんかそういう時にやっぱりこうやって持ち運んで置くとちょっとだけシュッとすると全然やっぱり気分変わりますんで、はい、もうこれはですね、僕も毎回現場行くたびに荷物に入れて持って行ってます。もう本当に相棒ですね。もう朝から夜までいつでもどこでも持ち運んで手軽に使える相棒、はい、いいお言葉をいただきました。さあそんなアベヌウォーターを相棒としてお持ちになってらっしゃる増田さんなんですけれども、今日はですね、こんな時に収したいという、特にまあこんな時に収したいというシーンを、はい、考えてきていただきましたので、はいはい、発表していただこうと思います。はい、いいですか。はい、それではご準備よろしければお願いいたします。はい、こちらです。はい、はい、3つ挙げてくださいました、はい、では1つずつちょっとご紹介いただけますか。はい、こちら、一番上ですね。1つ目はまあこれは当たり前だと思うんですけど、スキンケア前、これはまあ本当に僕もそうなんですけれども、もう当たり前のように手が届きますね、やっぱり。はい、これ絶対大事ですね。お肌の基礎をしっかりと作りましょう。そうですね、はい、やっぱり気分も変わりますしね。確かに、はい、はい、では2つ目お願いいたします。2つ目がこちら、撮影の時のここ。ここ。はい、うん、これはもう先ほどもちょっと話したんですけれども、やっぱりちょっと乾燥するなとか、ちょっとなんか一回気分リフレッシュしたいなとかっていう時に、もう本当いつでもどこでも手軽にシュッとやるだけで、はい、もうやっぱり気分ももう裸も変わってきますので、本当に おすすめですね。お肌も気持ちもリフレッシュしてくれる。うん、そうなんです、うん、やっぱりね、撮影とかしているとどうしてもなんか、うん、集中してくれば来るほどなんか乾燥感が際立ってできてしまうので、はい、僕はもうそういう時にはすぐ使わせてもらうようにしてますね。なるほど、はい、さあそして最後3つ目です。これはですね、これ僕発見したんですけど、サウナ前っていう、これ僕が乾燥肌だからっていうのもあるかもしれないんですけど、皆さんサウナ行かれる方もね、今すごく流行っていたりとかして多いんじゃないかなと思うんですけれども、サウナって入った瞬間って最初の方ってすごく乾燥するんですよ。僕それで結構そのちょっと肌が本当はね、こうリラックスしたりデトックスしたりとかいろいろしたいなと思うんですけど、その前に乾燥してしまってあちゃーっていうことが結構あるんですけど、これサウナ入る前にまずこれね、アベヌウォーター使っておきますと全然違いますね。これ本当におすすめです。はい、なるほど。 はい、できればですね、保湿クリームもあるので、それ使っていただくとよりいいんじゃないかなと、はい、勝手な発見です、はい、アベヌの保湿クリームと合わせてサウナ前にどうぞと、はい、ただ何の裏付けもないので、はい、それだけは言っておきます。アンバサダーのおすすめということで、はい、今日しっかりと、はい、心にメモさせていただきます。さあということで、増田さんにこんな時に収したいというシーンを3つ発表していただきました。まあ、とにかくいろんな方々にいろんなシーンで使っていただきたいですよね。本当にそうですね、うん、はい、これだけ人を選ばないっていうのは本当に素晴らしいことだと思うので、うん、その魅力をぜひね、今日きっかけに、これをきっかけに知っていただいて手に取っていただければと本当に思ってます。皆さんそれぞれの
こういう時にシュッっていうシーンを見つけていただくと、うん、そうなんですよね、うん、僕みたいにこうやって見つけるのもすごい楽しいと思うのでおすすめです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さて、そんな町田さんなんですけれども、はい、ウェブ CM の撮影が行われまして、はい、今まで知らなかったアベンヌの魅力を知ることができたというふうにお伺いをしておりますけれども、いや本当に嬉しかったですね、うん、やっぱりフランスの温泉水ということだけはやっぱ知っていたんですけれども、それ以上のことはやっぱり触れる機会もなかったですし、知れる機会なかなかなかったので、こうやって知れたらより使うのが楽しみになりますし、もうおすすめもしたいし、はい、安心感もやっぱり得られますし、うん、だからねもう本当に嬉しかったです。今おすすめしたいという言葉が出てまいりましたけれども、はい、今回のこのアンバサダーとして就任をされて、お仕事先や、メンバーの皆さんとか、どんなシーンでどんな方々におすすめしたいなって今心の中に何かありますか？まあね、自分でご自身でこう見つけていただくっていうのもやっぱ楽しみだと思うんですけれども、あえて言わせてもらうならば、僕みたいにちょっとこう乾燥敏感肌の方だったりとか、ちょっと、ね、肌に悩まれている方、すごくこう安心して使っていただけますし、あとはですね、先ほどもちょっと話出ましたけれども、赤ちゃんにも使えるってこれ本当に素晴らしいことだと思うんですね、安心感ないと絶対やっぱりそこってなかなか使えないと思うんですけれども、これは本当に安心して使えますし、なので僕の周りでも今多いんですけども、出産ラッシュでお子さんが、はい、誕生していらっしゃる方たくさんいるので、出産祝いだったりとかそういうのにもすごくおすすめだと思います。もうご家族でも一緒にやっぱ使えますし、はい、本当おすすめですね。あともう一つだけいいですか？はい、もちろん。たくさんあるんですけど、アンバサダーに就任させていただくということで、ちょっと誰かにおすすめしようかなと思いまして、事前に候補活動をちょっとしようかなと思いまして、大学からちょっと仲のいい関口メンディーに連絡をしまして、はい、アベンヌ知ってる？使ってる？って言ったら、もちろんだよ知ってるよって言ってくれて、しかももう使っていると、はい、撮影の時だったりとか、あそうなんだと思って、いやさすがだねっていう話をしてたんですけども、でメンディーからぜひ伝えてほしいって言われたんですけど、はい、メンディーもおすすめンディーってもうこれは本当にちょっと迷ったんですけど言うかどうか、はい、ただやっぱりね、彼もユーザーということはやっぱりこれはぜひ言っていきたいなと思いますし、こうやってなんかいろんな方との輪ができてくるといいなとすごく思っていますので、はい、メンディーありがとうとまずは言いたいです、はい、もう早速アンバサダーとしての活動を始めてくださっていて、はい、ね、おすすめンディーも大変なインパクトでございます。ありがとうございます。さあ、ウェブ CM の話に戻りますけれども、はい、今回町田さんにはアベンヌブランドの真実について解き明かしていく動画 I& アベンヌの4パターン、それからアベンヌウォーターの使い方を教えてくれる動画収支を3パターンと全部で7種類の映像にご出演をいただいております。4月1日を皮切りにアベンヌの公式インスタグラムと公式サイトなどでご覧をいただけます。メイキングの映像も順次アップをしていく予定ということでございますので。そうなんですよね、メイキングもあるんですよね、恥ずかしいですいえいえ、町田さんの素顔を見たい方はですね、ぜひこちらの方も見逆のないようにご期待ください、はい、せっかくなのでぜひ見ていただいて、僕も本当に楽しくアベンヌのことを知りながら撮影させていただいてたので、ぜひその空気感というものも伝わると思いますので、ちょっと恥ずかしいですけれどもぜひ見ていただければと思います。ありがとうございます。ミネラルバランスが重要ということで、はい、そうなんですよ、はい、今日実はここにもそのカードあるんですけれども、1枚目のカード、はい、これミネラルバランス、これは本当にすごいことだなと思ったのが、こうアベンヌ温泉水そのままというかで肌にいいミネラルバランスになっているっていう、これは本当に素晴らしいことだなと思いましたし、
っぱそういうなんかこう自然から の, あの恵みといいますかというものをあの還元しているっていうのは本当に素晴らしいことだなと思いましたし、うん、あとは阿倍沼にあの皮膚ケア施設あるんですよね。実際にあのその阿倍沼温泉水に浸かれる施設があるんですけれども、もういつか行きたいなとすごい思っております。はい、ありがとうございます。もういろんなことをこの撮影で学ばれた増田さんなんですが、はい、アベヌウォーター以外の製品もたくさんございまして、そうなんです、あの興味をお持ちになってお使いになられてらっしゃると、はいはい、お伺いしております。もう先ほどから聞き飽きたぐらい僕乾燥肌乾燥肌言ってるんですけれども、あの実は全身保湿クリーム、はい、トリクセラというのがありまして、こちらなんですけれども、はい、これもさっき、はい、ちょっと実はもう楽屋でも本当ついさっき使ったんですけど、あの本当にどうしようもないんですけど、あの膝上がちょっと痒くなったなと思って、はい、これを、はい、使用させてもらったんですけど、いや使用感もいいし、あの香りも本当にいいんですよ、うん、だからもう本当におすすめですね。これ1本で家族全員と一緒にシェアもできますし、おすすめです。はい、ありがとうございます。まあ、これ以外にもいろんな製品がありますけれども、トリクセラ今日特にあのご紹介いただきました。まあ、知れば知るほどいろんな製品を試してみたくなるということでございますが、本日は皆さんに1本だけ特別にですね動画をご覧いただきましたが、この他にもまあいろんな秘密を明かす動画があるということで、皆さんぜひ見ていただきたいですね。そうですね、こうやってなんか新しい、はい、こと知れて、よりなんかあの魅力にはまっていくと思いますので、ぜひぜひ見ていただきたいですね。ご期待ください。さて、ご覧をいただきました、ものの他にもですね、ございます動画、アベヌウォーターの使い方を教えてくれる動画収支をの方も、今日は1パターンのみですけれども、特別に先行でご覧になっていただこうと思います。増田さん、こちらの撮影はいかがでしたか？こちらもあのまたですね、カメラに向かってその実際にあのやるっていうことだったので結構難しかったんですよ。やっぱりこうミストがねちょっとかかってしまったりとかするとカメラがとかいろいろありましたし、でもそれをちょっとこう皆さんでスタッフの皆さんとこう調整しながら、簡単に多分ちょっと撮ってるような感じだと思うんですけど、結構何回も挑戦させてもらいながら、はい、やらせてもらいました。では、そちら本日はただの水だと思ってない編をご覧いただきましょう。どうぞ。これただの水だと思ってない？これは土台をケアするスキンケアって知ってた？スキンケアの最初に収支を、はい、ということでございます。これ、うん、振らずにゆっくり3種類、僕も知らなかったのでこれぜひ参考にしていただきたいですね。はい、振らずに3回ゆっくりということでございますけれども、今ご覧いただきましたただの水だと思ってない編以外にも2つ別のバージョンも公開されるということでございまして、こちらもぜひご期待をいただきたいと思います。どんなね増田さんに会うことができるのか、この動画でもあの皆さんも本当にワクワクしてると思いますけど、撮影もねいろいろとご苦労もあったようですけれども、この収支をシリーズの方はいかがですか？こちらですね、まあ、今回は流れてないんですけれども、こう帰宅してそれで自分にこう主婦をしてあのベッドに寝転がるというものがあるんですけれども、それで寝転がった時になんか僕の顔がちょっとこう上を向きすぎているっておっしゃられていて、監督がで、あそうですかって言ってやってたんですけれども、どうしても上を向いてしまってっていうのも、僕も結構あの絶壁だったりするので、そこにちょっとこうなんていうんですか、枕をちょっと高くしてもらったりとかいろいろ工夫しながら、はい、スタッフさんたちにちょっとこう手助けしていただきながら、はい、あのやったものでもあるので、そちらもちょっと心にというか記憶には残ってますね。はい、はい、もう思いがけないハプニングも盛りだくさんだということでございますが、今日はせっかくですのでアンバサダーの町田さんにこの収納お手本ぜひ皆さんにお見せいただこうとなと思うんですが、はい、よろしいでしょうか？ちなみにですね、ぜひメッセージも合わせて何か、分かりました、お届けできたらと思っております。はい、了解いたしました。ちょっとそうですね、
今回は本当だったらばゆっくり3週なんですけれども、ちょっと3回やると今日はちょっと潤いすぎてしまう可能性ありますので、1回にとどめさせていただきたいと思います。それではですね、いつでもどこでも使えるアベンのウォーター、一緒に習してみましょう。振らずにゆっくり。最高ですね。ありがとうございます。町田さん、ありがとうございます。さあ、ぜひこのアンバサダーのお手本をですね、皆さん参考に、これからいつでもどこでも相棒としてこの、アベンヌウォーター、そしてアベンヌ製品を、持ち運んで使っていただければと思います。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、さあ、どうぞ置いていただいて結構です。さあ、いろいろと楽しいお話をお伺いしてきたところではありますけれども、残念ながらお時間の方が近づいてきてしまっておりございます。では最後にお集まりの皆様に一言アンバサダーとしてお願いできますでしょうか。そうですね、本日は本当にありがとうございます。少しでも、アベンヌの魅力が伝わったらいいなと思っています。そしてですね、気になった方に、より多くの方にですね、手に取っていただいて、まずは使っていただければと思っております。この度はですね、本当にありがとうございました。アベンヌアンバサダー町田啓太さんでございました。はい、はい、よろしくお願いします。読売テレビ神谷と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてなんですけども、はい、このアベンヌウォーターを使う前は何にもやってなかったと。全然やってなかったですね。はい、でヘアメイクさんから勧められたということですけど、はい、これいつ頃の話ですか。それはこれは20代多分後半ぐらいだったかなと。ちょっと時期がピンポイントでここっていうのは覚えてないんですけれども、はい、それとなく使い始めてっていう感じだったので、多分20代後半かなと。何年ぐらい前ですか。大体3年とかですかね。何年ぐらい。ちょっと、はい、記憶が曖昧なんですけれども。ああ、はい、で今日そのヘアメイクさん来られてるとこ。そうなんです。もう本当にちょっともう登壇してもらいたいなってぐらいだったんですけど。じゃあせっかくですが登壇してもらいますか。冗談です、冗談です。でも、はい、ちょっとご自身もいやいやいやというふうになんか言っていらっしゃったので。あ、そうですか。はい、最近、はい、このアベンヌウォーター、うん、使ってよかったなっていうシチュエーションというか、うんうん、そういう時って何かありましたか。あ、でも本当にその、僕やっぱりそのサウナ前とかっていうのは本当に使ってよかったなと思いますし、もうね、いつでもよかったなと思うんですけど、こういう多分ちょっと時代でなかなか気軽にちょっとこう温泉入り行こうとか、そういうリラックスすることでなかなか難しかったりするじゃないですか。でもなんかアベンヌウォーター使うと、なんかこう温泉水っていうのがやっぱり分かってるので、ちょっと温泉に行った気分ではないんですけれども、に慣れたりとかするぐらい気持ちが良かったりとか、テンション感がやっぱりこう上がったりとか違うので、そういう時にやっぱりすごくやっぱ良かったなって思うことが多いかもしれないですね。先ほどセクジメンディさんに勧めたらもうすでに使ってたということですけども。そうなんです。はい、さすが感度高いなと思います。そうですね。はい、例えばもう今度これ本当に進めるかどうか別として、この人使った方がいいんじゃないっていう、最近ちょっと肌がカサカサ気味なのでこの人みたいな感じ、変な意味じゃなくてですよ、使った方がいいんじゃないっていう人っています。そうですね。劇団の人でもそれ以外でも誰でもいいんですけども、カサカサっていう方はあんまり見受けられないんですけれども、そうですね、事務所内とかそういうことではなくていいのであれば、からっ風にさらされている群馬県民の皆さんにはぜひ使っていただきたいなと、多分本当に実感すると思います。はい、おすすめしたいですね、群馬県民の皆さんに。はい、とか、ちょっとこれもちょっと失礼な言い方になってしまうかもしれないですけれども、今のもその僕の家族からまずは広めていきたいかなとは思います。はい、群馬在住ですので。はい、ちなみにメンディさんはどのくらいからいつ頃から使ってるとかって言ってたんですか。いつ頃からとかは分からないんですけれども、もうずっと使ってるよとは言っていたので、割と長いんじゃないでしょうか。はい、そうですか。先ほど、はい、このアベンヌ村に行きたい、まだ行ってないんですね。まだ行ってそうなんです。まだ行ってないので行きたいですね。これもしかしてこれアンバサダーなので、はい、
行かせてあげるよみたいな話があるんじゃないですか。実は先ほどからもちょっとね、行けたらいいですねっていう話はしていただいてるんですよ。あ、そうなんですか。はい、なのでまあそうですね、これからの状況を見つつ行けるときに思いっきり行かせてもらえたらなとはすごい今願望としてあります。いつ頃行きますかね。そうですね、いつ頃でしょうね。まあ早ければ早い方がいいなと思いますけれども、はい。アベンヌ村に行って、はい、まず何をしたいですかね。もう温泉水に浸かりたいですよ、まずは。はい、あとホテルも素晴らしいって聞いたので宿、はい、なのでそこもすごく今楽しみになりました。このまあ 顔だけなんですかね。先ほど違う商品もこの顔だけ、顔以外のところに塗るっていうかやる商品もあるっていうふうに。あ、もちろんです、もちろんです。はい、先ほど紹介したトリクサラというものは全身に使える保湿クリームですので、はい、もう全身使えるですよ。なので顔だけではなくて全身使えるっていうのは本当に魅力だと思います。それは使い分けてるってことですか。それは使い分けてるんですか。僕ですか。あ、もちろんです、もちろんです。はい、まあスキンケア前にしてとかで、やっぱり気になった時に保湿クリームを使ったりとか、本当先ほども登壇する前にも使ったりもしてましたし、はい、もう本当にいつでもどこでも芯選ばずに、うんうん、使えるものなので愛用させていただいております。じゃあ先このイベント前にも普通ちゃんとやっぱし、はい、当然使って。そうですね、今日なんなら来る前も、はい、してきました。あ、そうです。アベヌモーターも、はい、ありがとうございます。